はい、皆さん、こんにちは。本日はですね、ちょっと紹介したいものがありまして、これですね、しっかり使うことによって、アクションカムがですね、さらに撮影便利に楽しくなるんじゃないかなというものをですね、ご紹介したいと思います。はい。ということでですね、こちらですね、私も全然知らなかったね、存在。というのもですね、そのコメントいただいて、ああ、こういうものあるんだなというところですぐに注文してみたという形で、まあですね、これ今使ってみてるんですけど、かなりですね、面白いなと思いますので、今回動画にしていこうと思っております。というのもですね、私ですね、これミラーレスカメラでも似たようなシリーズを使っておりまして、そちらのですね、アクションカム向けのシリーズとなっております。ではですね、早速紹介させていただきたいと思うんですけど、こちらですね、PGY Tech さんのマンティスポットZ というですね、このようにですね、アクションカムにですね、こう特化して使える自撮り棒というかですね、シューティンググリップのようなものなわけですね。で、サクッとですね、開封してどのような感じかっていうのをお伝えしていきたいと思うんですけど、まずですね、開けますとこのようなペラ類ですね、こういった説明書、あとですね、この PGY Tech さんのこのマンティスポットを購入すると、これ、こういうのですね、何か入ってるんですね。そして、このようなシールとですね、こうパッケージを出すことによって、中にですね、このストラップや工具が底面部にですね、このように固定されております。そしてこの本体等に移るんですが、本体はこのようなものになってますね。よく見るこのマンティスポットだと思うんですよね。で、あとこちらアクションカメラのですね、このようなものがついておりまして、機構的なものはこの後紹介していきたいと思います。ではですね、こちらどのような機構かっていうのを解説させていただきたいと思うんですが、もうやっぱり自撮り棒ということで、よくある自撮り棒はこのビッとですね、伸ばすタイプが多いと思うんですけど、こちらはこのように多関節タイプのですね、アームになっておりまして、こういう風に伸ばすことができるんですね。っていうのも、ここでネジ、トルクの調整っていうのも簡単にできて、かつですね、これは強化プラスチックのような素材でできているので、意外と軽量です。しっかりとしてこの多機能な割に軽量。ただ、普通の自撮り棒に比べるとやっぱり重量があるのは否めない感じなんですけど、このようにですね、雲台タイプ、このボールヘッド雲台タイプのパーツであったり、これですね、クイックリリースにもなってるんですよ、この部分っていうのが。このようにですね、こういう風にですね、外すと、こういう風にパーツが分かれまして、これ三脚のネジタイプと、あとこちらですね、この PGY Tech さんのこのクイックリリースだと思うんですけど、あとこのアクションカムのですね、アクションカムマウントのセットっていうのがついております。で、このですね、クイックリリースのところも、このロックができるタイプになっていて、外れて欲しくないときはこのようにロックの方を回すと押せない。こんな感じですね。これを解除することによって押すことができて自由に取り外しができるわけなんです。で、この部分のネジですね。緩めることによってボールヘッド雲台になっているところっていうのもこういうふうにくねくねと操作ができるわけですね。回転と角度の調整等ができます。このような簡単な機構、プラスこれが目玉だと思うんですけど、こういう風にですね、これ GoPro さんの自撮り棒のシリーズで似たような機能のものあったと思うんですよ。こういう風にですね、伸ばしている状態で、こういう風にですね、下に、この三脚のようなですね、足が立つわけですね。ということで、こう、ポンとですね、置いて、アームをですね、こう高くしっかりと伸ばしておきながら、かつ、ボールヘッド雲台上になっているところで、細かい調整がさらに可能なわけなんですね。で、こちらですね、そのコンパクトデジタルカメラぐらいだったら乗るようなんですね。スマートフォンとかコンデジ。ということなんですけど、こういうふうにですね、この ZV-1 とかですね、っていうのも結構バランスこういうふうに乗せたりするといいんじゃないかなというところで、撮影にとても便利な自撮り棒になっております。そして、さらになんですけど、壁等にですね、特にフェンスとかですね、その厚みのないところに引っ掛けるアーム、このようなですね、カム状にこう引っ掛けて、こういう風にですね、固定して撮影をするっていうこのパーツもついていて、このマンティスポットらしいですね、機能等がですね、しっかりと搭載されている自撮り棒となっております。畳むとこれだけコンパクト。手のひらサイズぐらい、手のひらにちょっと大きいかなぐらいですね、になっておりますね。そしてですね、私はですね、こちら、このようなですね、三脚のネジタイプのところに、今ですね、注文していてまだ届いていないんですけど、DJI OSMO ACTION 3ないし4に搭載されているマグネットクリップがありますね。マグネットマウントって言ったらいいのかな。そちらをですね、直接固定して、しっかりとですね、すべてのものにこう交換できるように今はですね、このように GoPro にもですね、この下にこの互換タイプのブランジさんのですね、マウントがついていたりとかするので、それで簡単に運用するか、もしくはですね、こちらですね、このウランジさんのクイックリリースのこの三脚のネジがついているパターンのものがありまして、そちらをですね、このようにくるくるっと固定をしまして、今ちょっと仮止めにしちゃいますけど、この状態でこちらをですね、こう装着することによって、上のですね、クイックリリースを交換すれば全てに取り付けられるみたいな、セットで使ってみてもいいのかなとか思ったりしてるんですね。こういう風に外れまして、こちらをですね、こうカチャッと固定をすることによって、はい、このようにですね、装着ができるというセットをですね、すごく気軽に構築ができるわけです。今ちょっとしっかり固定しないでガタガタしちゃってますけど、これしっかり締めればですね、固定されますので。ではですね、こちらのこの自撮り棒ですね、を持ってちょっと撮影に行ってみたいと思います。はい、というところでですね、こちらのマンティスポット Z ですね、まあいいなと思うところですね、お出かけに行く前にですね、もう少しですね、お伝えしたいところがありまして、まず一つ目なんですけど、ここですね、私これすごくいいなと思ったんですが、この雲台の部分のここ、へこみがありますよね。これがあることによってこのようにですね、大まかな位置が固定できるんですよ。これアクションカムとかを使う方って、アクションカムマウントのいいところって一方向にしか動かないっていうところもあると思うんですね。もちろん自由に動く方がいいシーンっていうのもあると思うんですが、この場合のそのメリットっていうのはですね、やっぱりこういつも同じような形で使いたいっていうですね、アクションカムならではのですね要望っていうのはあると思うので、私は実際そういうパターンが多いので、この点すごくいいなと思いました。でここでこういうふうにキュキュッと固定をします。で撮影するときにですね、こちらは室内でもお見せしておりますけど、このように長く持ってすごくですねこう距離を持って、こんな感じでですね収録をすることができるわけですね。はい、このような感じで使えますというところとですね、もう一つこれ素晴らしいなと思ったところがありまして、これをですねぐるぐるっと逆にですね曲げます。ではい、これもなんとなくお分かりいただけると思うんですけど、このようにですねハンドルで持つようなですねポジションを作ることもできるんです。こんな感じで、なのでしっかりと収録するときにですね、こういう風に持つことによって安定したカメラワークがですね可能なわけですね。で使うときにですね、収録に使いたいなってなったときには、普通の三脚のようにぐっとこう広げまして、はい、置きます。で好みの角度というのをですねつけやすいわけですね。このような感じで、はい、これで見えますかね。そうすることによってこう下からですね人間って撮ると結構ですね顔の形とかっていうのがですね思ったようにいかなかったりとかするんですが、若干上から撮影することによってこの顎のラインとかっていうのがですねしっかり出たりとかメリットが多いので、この辺っていうのはですね積極的に活用していきたい機能と、こちらのですね自撮り棒の自立する形の自撮り棒の利点だなというふうに感じました。ではですねちょっとお出かけ行ってみたいと思います。はい、ではですね歩きながらなんですけど、こちらですね装着してみたいと思います。カチャッとこうクイックリリースなんで簡単に装着できますね。でこれですね正面を撮影してみております。はい、そして続きましてこちらがですねロックステディで、この自撮り棒を使ってですねマンティスポット Z を使って自撮りをしてみてるところ。ただですねこれはあくまで通常の自撮り棒モードということで、この後伸ばして撮影してみたいと思います。はい、ではですね伸ばしてみてこのようになりました。に装着してみたいと思います。はい、装着してみてこう自撮りをして見ております。でこれでですね今手伸ばしたような形でこれだけ広角に、まあ、こう離れてですね収録できるんですが、ここからさらにこう手を伸ばすとこう全くですねいつもと違う画角で収録できるわけですね。次はですねこのハンドルモードみたいな形でですね収録してみたいと思います。はい、では続きましてですね、このようにハンドルのようなモードにして装着をしてみたいと思います。ではですねここからちょっと下の方を下げていって、はい、このように歩いてみております。映りの方いかがでしょうか。声がちょっと遠いかもしれないですね。はい、ということでですね、こちらマンティスポット Z ですね、使ってきてみました。かなりですね、いいと思います。自撮り棒とかでですね、こう距離を、自分からのこう距離を出せることによってですね、画角がですね、広くなるという効果から、アクションカムらしいですね、映像が撮影しやすいというのを感じましたね。で、まあ普段使っている自撮り棒がこの長さ。ということでですね、こう見比べると、まあ倍近いですね、サイズにはなってしまうんですけど、カバン等に入れてですね、持ち運びしたい場合というのは、このようにクイックリリース棒を外すことによってですね、まあ、このクイックリリース棒を外した状態だったら 1.5 倍ぐらいなわけですね。ということでなんですけど、撮影機材として考えるとですね、とてもコンパクトなサイズ感の方になるんじゃないのかなという感じですね。この辺ってちょっと考え方人それぞれだと思うので、一つですね、このミラーレスカメラ等を持っていくよっていうことを考えるのであれば、これはですね、とても小さくて軽いセットになりますが、アクションカムをとても気軽にですね、例えばこのように自撮り棒に装着して、はい、サクッとですね、今入れ替えてみましたが、このようになるわけですね。こうなると、まあこう、少しですね、伸ばして収録をすることはできるんですけど、圧倒的にですね、この伸びる長さが違うわけです。実際比べてみるとですね、まあ、こうちょっと遠くなりますけど、これだけの長さがあるわけですね。伸ばしきった状態で。ということはなんですけど、当然ですが、その表現できる映像っていうのはそれだけ変わってくるわけですね。というところに、このセットっていうのはですね、とても意義のあるもんなんじゃないのかなと思います。で、この部分ですね、私正直ですね、このクイックリリースですね、これとっても便利で気に入ってるんですけど、このセットで使う場合なんですけど、このアクション4のですね、マグネットクリップから、こういう風にですね、マウントしたいなと思っております。そうすることによってなんですけど、若干ですね、こうハンドルのようにですね、こうやって、よいしょ。はい。このようにですね、持った時の距離っていうのがですね、これがですね、上向くと結構狭いんですよ。というのがあるので、まあそのあたりがいいかなというところと、普段運用するにあたってコンパクトに運用できるんじゃないのかなっていうところがですね、とても私は魅力を感じます。というところと、このマンティスポットのですね、Z。このですね、最小のモデルになると思うんですよ。現在ですね、これまあ3代目みたいな形になるのかな。初代がですね、普通のモデルとプロとあって、もうこの雲台の部分が若干違う。そして2がですね、これが2になるわけですね。これはリモコン付きのモデルというか、私がリモコン後から購入してきて、これ装着して、こちらは ZV-E1 をメインで使用しております。ただですね、こう伸びたりする機構っていうのもなければ、このですね、1個前のモデルはここの部分がと開いてですね、はい、これがですね、こうもっと開いてですね、この反対側のこの部分だとするとなんですけど、に、こう、コールドシューのようなものがついていて、ここの部分が取り外してですね、簡単に、こう、長距離で自撮り棒のように使う機能とかあったんですけど、このモデルはですね、そういったものはなく、まあメインにこう三脚と、このようにですね、クイックリリース、そして同じようにここの部分ですね、ここにフックがついているということで、まあこちらはですね、ちょっと大きめなミラーレスカメラ等で使用しやすいですよっていうモデルになっているのに対して、このアクションカメ用の Z ってモデルがあるわけですね。これに関しては本当形状はもう本当マンティスポット同士でそっくりなんですよ。で、初代モデルですね、私手放した理由っていうのがですね、実はなんですけど大きなところありまして、この足がですね、開く幅っていうのがですね、小さかったんですね。で、この特にですね、この後ろに伸びてる2本の部分のスペースっていうのがこう狭くて、自立しにくかったんですよ。結構簡単に倒れてしまいがち。金属でできていて、とてもしっかりとしていたんですけど、そういう拡張機能もある中で、その足が安定しないっていうのはなかなか高価な大きなミラーレスカメラを装着するにあたって、ちょっと不安だったっていうのがあったので、こういったですね、2代目に買い替えたりっていう流れがあるんですけど、このですね、流れはですね、正当にこちら Z に引き継がれているかなという感じで、もう本当にアクションカム用の自撮り棒、高級な自撮り棒というか多機能な自撮り棒ですね、として考えるとものすごくいい製品、使い手のある製品だなっていうのがですね、今日ですね、使ってみて感じたところでございます。また今後もですね、ちょっといろいろ使っていってみたいなと思いました。そしてですね、ちょっと経過というかですね、DJI OSMO ACTION 4の水平位置の件ですね、アンケート取らせていただいて、動画の方でこうお話しさせていただいたりというところで、結構ですね、三者三様というのかな、3つ項目あって、ずれている、ずれていない、その他ってあって、それがほぼ一緒ぐらいの回答数なんですね。ということで、おそらくなんですけど、買うタイミングだとか、キャリブレーションのですね、頻度だとか、後から良くなったよ、最初は狂っていたよってパターンとか、まあ、それぞれいろんなパターンがあっての、このような形だと思うんですけど、というかですね、まあ、30% 以上ですね、このように水平維持というか、水平がずれてしまっているっていうのはですね、なかなかそのアクションカムの本当にメインでこう便利だよって機能がですね、こうダメになってしまっているという結果があると思うんですね。というのはですね、しっかりとこう私もですね、DJI さんにお伝えさせていただいて、で、コメントで情報いただいたんですけど、その海外等でもですね、結構騒がれているようなので、まあ近日ですね、どうにかですね、対処してもらえるんじゃないのかなっていうところですね。まああとはですね、その初期不良だとかそういったもので、まあその製品がダメですよっていう場合なんですけど、私はこういう風になりましたっていうのをですね、この SNS、特にこの YouTube ですね、発信させていただくことによって、この悩まれている方たちの解決の糸口になるといいなと思っておりますので、またですね、ぜひコメントの方にですね、その水平維持がずれていたりとか大丈夫ですよとか言っていたものをですね、残していただけると非常に助かります。今度ですね、まとめて DJI さんにですね、その意見をですね、お送りさせていただこうと思います。ということでですね、本日はこちらマンティスポット Z ですね、まあ、PGY Tech さんのですね、新たなアクションカム用の自撮り棒をご紹介させていただきました。ということで最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。それでは失礼いたします。バイバーイ。